どうも、バロンでございます。今日はですね、最終便で僕は松山に向かう出張なんです。コンサル大変でしょうか。で、今日の動画はですね、この前にウリピアスタジオ袋ちゃんお邪魔した時に前崎さんといろいろザックバラな話しようよみたいな、そのまま動画に上げるっていう企画で、動画の撮らせてもらいました。なかなかね、あの職人さんってこう自分の本質をこうさらけ出すことがないプロなんですけど、ちょっと崩せたかなっていうところもあると思うので、ぜひ前崎職人の素顔に皆さん触れていただければと思います。それでは動画の方どうぞ。どうも、ザムン、ザムンバーサ、バーサスです。うん、もうすでにカミカミじゃないですか、もう。だいぶ無理しましたよね。だいぶ無理しました。休憩時間ですよね。いや、今日は僕のね、チャンネルなんですけど、ビシッと決めてきたんで、うん、見えないですけど、カメラ反対やから。うん、今日はもう僕の、こう、ファッションチェック。これ、ヨウさん着てますよ、オイルコ。似合ってるでしょ、インディゴブルー、うん。ロレックスの時計と似合ってるわ。いや、これもね、苦労したんですよ、皆さん。偽物すがしが。いや、偽物って言うな。ね、偽物は本物ですね。すがし顔さんとか言われて、バッタモン言われて、いじわ言われてるんです。そうじゃなくて、僕がね、すごい貧乏やったけど、この人と結婚しようと思って、お金貯めたんですよ。ね、うん、で、別れたんですよ。で、悲しくなって、こんなお金いらんっつって、ね、たまたま出張で香港行った時に腕時計買うたんですよ。その当時はね、日本の円で28万円ぐらいでこれ、サブマリーナって、14060M っていう、ね、ノンクロのやつなんですよ、買って。今は、ね、80何万ってね。まあ、それでもあれやろ。え、おじさん、エキュー、エキュー。そう。社長、社長、いい人ね、時計似合ってるって。本物、本物。本物、本物って、100ドルみたいな。ちゃうわい。ギャランティーカードってあるんですよ。ちゃんと持って。もうだから、かれこれ、15年。7コピーで作ったやつ。うん、そう。なんでやねん。箱もあるわ。売れんぞ。ねえ、これね、その後、富士山登って、こけて、傷つけたりしたんですけど。ちゃんと本物ですよね、このね、オイルコさんの。ね、あと、あれですよ。見てください、後ろね、こう。オイルコ、塗ってもらったんだ、ほら。ここ映ってんのかな？映ってる、映ってる。いますか？僕、ほんとね、このインディゴブルー、デニム色が好きでね。そんな感じです。中はこうね、ちゃんと。DIY はうまいこといかへん。いや、もう最悪でした。もう絶対当てたる自信があって、必死で編集1時間して。さあ、皆さんね、壁掛けのテレビ、見てごらんよ、コーナーとかホームセンターできるで、傷そつけへんでって、61回転って。人生の挫折をまた上げて。いや、俺、これはね、リピアスタジオ、フクロウちゃん越えすると思ってね、狙っていったんですよ。狙っていって、61って。あれ、わざわざ材料買いに行った。買いに行きましたよ。出費してましたよ、ちゃんと。うん、自分で丸のことが切ってね。しかも、めちゃしんどい。インパクトなしでこうやって回すできる。手締めしてたやんな。できるからこんな気なんか楽勝だからみたいな。筋肉痛であるぐらいの勢いでね、やってね。ちゃんと動画に見れましたよ。前先閣下たち、職人がね、インパクトが使えない理由は、こう傷つけたあかんがエンジンとかもね、全部手で回すんやでって。俺もやれるげんって。結構な量回して。回してたな。うん、ね、もう心も体も傷つきましたね、もう。61って。最低レベルでしょ。言うては最低レベルなんですよ。カッカと悪ふざけ取ったドカってやるでしょ。あれでも500回ってるんですよ。そうなの？はい。カッカが英語で言ったらね、巡航速度で大人40代は考えたらいい。ほんまにそうやなと俺も思って。カッカのすげえとか発想の転換なんですね。事実が変わってんじゃなくて、物の見方変えたらって。いや、僕は本当は CB400 っていうバイクが一番バランスがやっぱ好きなんですよ。要は教習車でも、もう3台4台ずっとそれ乗り続けて、スペック1、2、3とね。うん、高いですけど、最近ね。もう買えないですよね。うん、中古でね、20万ぐらい出てた頃はそれずっと乗り続けて、VTEC を感じたんですけど。
今はそんな速ね、高速速度をこう最初の瞬発力が速いバイクじゃなくていいっていうのを各界教えてくれて、どっかのいいところテケテケテケって走るの気に入ってたんですけど、あれで500回って俺の命がけの DIY 元大工ですよ61って。いや、しかも回ってんしとなっとって。いや、お金返せよ、もう。頑張ったのに。1万5000円使ってしまいましたよ。で、1000でええのに。だって元から壁に打ち込んでんのわざわざ1回全部外して。うん。1から組み立て直して。うん。で、61回転でした。めんどくさいことしてんな。いや、だって寝たないし。寝たないし、そんな。もう全部作り終わっちゃったんだよ、あのベースを。壊さないと無理なんですよ、全部。壁紙わざと剥がして貼るとかせなダメでしょ。気持ち折れるじゃないですか。だからまあ、手。これでも回らへんのちゃう？うん。だからやらない、もう。でもね、職人追跡取材チャンネルですからね。ええっすよ。61回転。61、ゴミですよ。そこ書くかっすね、200、300でバンバン。すごいですよね。もう固定で皆さん見てくださってんですね。前崎さんの動画ね。めちゃ嬉しいですよ、見てて。ちゃんとこう、皆さんが見たなっていう、こう、数字の伸び方、時間のかかり方を取ってるから、うん。ほんまにね、身内びいきじゃないですけど、僕も全部見させていただいてるんですよ。勉強になるっていう方ですね、僕は。ものの見方が。ああ、いつも言うてんなーって思うこともあれば、ああ、そうか、そういうものの見方か、とかね。うん、そう変わり者ですよ、前崎さんって人ね。だからこう賛否両論あるのもひっくるめた上で、僕は常に賛成派に、恥ずかしくもないぐらい堂々と言います、賛成派に、まあ、属してて、まあ、素直にやってみたら、あ、こういうことかいっていうのを自分で気づけるっていうのは楽しみでね、動画 YouTube 楽しみに 見させてもらってるんですけど、なかなかね、うん、その僕の言うてることもね、うん、間違ってるか正しいかっていう答えになると、うん、正しいね、うん、自分で言うのもね、はい、いや、そうですね、っていうのがね、はい、本当のことってさ、はい、なかなか伝わらないじゃん、うん、で、なんか昨日もちょっと話してたんだけど、はい、よく商品のさ30日間無料とかさ、うん、使用済みでも返品 OK、 返品 OK、全額お返ししますっていうのあるじゃんか、はい、あれってなんでやと思うとかって、うん、買ってる人不思議に思わないよね、うん、安心と思って買ってるやんか、自信があるとかね、自信があると思って買ってるじゃんか、はい、事実は違うのよ、そうですね、事実はさ、はい、クレーム対応だよね、うん、そうですね、いらないっていう人に対して人をこうそこに投入していろんなクレーム対策をすることだったら、うん、お金を返金した方がいいっていう、うん、うん、その通りですね、うん、だから引っ掛けられてるのは、ね、自信があるからそんなこと言いはんねやっていう CM に取ったらダメですよってね、消費者の皆さんね、そうそうそう、実はそうなんだよ、その通りです、うん、気をつけよう、まあ、全員がそういう話じゃないんだけど、うん、中にはそのクレームで何々しようってする人もいるわけだよね、はい、悪い人がね、そういう人を対策するためにできてる仕組みであって、うん、なかなかさ、でもみんなそういうふうに捉えないじゃん、そうですね、うん、だから各家はっきり動画でね、おっしゃってくださってると、うん、まあよくも悪くもね、うん、でもその3、そうですね、30日返品してる会社はええ会社やって言ってしまう人への警告ですよね、ね、そうそう、いや、ガリバーさんの車ね、30日以内やったら車体は返しますって、車体料だけはって、あれは立派なクレーム対応で、その他の手数料、例えば車検通したり、ね、陸送したり、登記したり、そういう上の二十何万かはやっぱ回収してあるんでね。そういうこと。うん。まあ気に入らなかったら返すっていうのは確かに窓口広いけど、気に入らない車を買ったあなたにも問題があると問うと、いい買い方した方がいいですよね。そう。よく勉強してね。うん、まあ乗ったらわかるじゃんっていうのが一番怖いですよね、だからね。乗ってダメだったらやめますみたいな。まだレンタカー乗ったよね、一回。そうそうそう。今やったら、ね、アプリで、個人で車貸してる、いっぱいあるじゃないですか。あれで一回ね、特に高い車ほど一回借りてね、1万円ぐらい出して借りて乗ってみて、あ、俺に合うかなって。じゃあ30日返品って危ない企画ですね、本当に。そうそうそう、実は。実はね。うん、でこういうのをね、上から言うと、また前崎さんに怒られるんですけど、費用便益分析っていう。その
な難しい言葉を使ったら賢く見えるっていう仕組みが基本的に間違ってる。いやしてな、すいませんすいません先輩先輩。僕は営業マンしてる時に分かんないですよ、難しい。誰にでも分かる言葉で伝える、これが一番難しい。いやその通りですよ、その通り。いやその通り。いやもう大丈夫と思うんですけどね。誰が誰でその費用なんとか分析って言葉作った、え作った人の名前言うてだろジョン・スチュワート・ミルですかね。ちょっと覚えてないですけどね。まあこの費用便益分析っていうのは、そのリスク、さっきのクレームやリスクに対しての備えをあらかじめ企業側はしてて、でその上で対応するかどうか、出費するかしないかっていうのを分析しているという非人間的な考え方なんですけど、高田のエアバッグはそうなんですよ。費用便益分析によって、例えば今リコールで100万台直すと、例えば1万円かかるとしますよ。仮ですよ、1万円。でも死んじゃった人にお見舞い金3000円ずつ出したら2人多分亡くなるんちゃう。だから亡くなった人に3000円払って6000円で納めようっていう分析をもとに、あえてリコールを無視するっていうのは費用便益分析なんですね。だから30日返品は面倒くさいからもういいやって送らない人、連絡しない人もこの中に織り込み済みなんです。だからクレーマーだけにはお金返すし、まあ、サプリメント飲んだけど返してきた人には金は返すと。でも一方で、まあ、一回面倒くさいしとか電話するの嫌だっていう人らがこの中に織り込まれてると。最初から分析されてて、それでも利益が出るから30日返品やってるっていうのがこの費用便益分析っていうね。あ、スマホで撮ってるから調べられんや、今こそこそこうやってね。誰でしたね。で、閣下のおっしゃる分かりやすい言葉で喋りましょうね。もうこれで嫌われてるんですよ。まさか閣下、お前しつこいね。またお前上からへりくつこねやがって、みたいなね。賢い面して、このバッタモノめ、言うてね。いや、そんなことは言ってないけどな。いや、バッタモノなんですけど。ねえ。ゲスの極みですけど、極めてないから中途半端だよ。まあ、だからな。真実をちゃんと。理解せないかもしれない。じゃあ笑い話ですけど、なんで僕真実で元宮大工までやった俺が、うん、ね、ウォールを作って61回転しか回らないんですか。30日返品ですよ、そんなんね。簡単やん。あ、なんですか。求めてるものを提供してないから。いやーDIY 流行ってんのにいらん。 DIY は流行ってるけど、壁掛けテレビがいらんと。壁掛けテレビを別にあれをつけたいという思う人が世の中にいるかどうかっていう話ですよね。じゃあ次何作ったらいいですか。船とかですか。いや、極端な話言ったらザーマスさんがさ、ハンドメイドのカヌーを作りますって言って、うん、と動画回しておく方が回るよ。回すか。俺のためにカヌー作ってくれるか。閣下のやりたかった一つね、うん、やろうかな。俺丸太一本削るとこから言ってまあまあうまいっすよ、ミノとか使わせれば。でも多分それの方が回るよ。骨折しますよ、気持ちが。だって機械ミノでやるって原始時代じゃないですか、発想が。いやだけど多分それの方が喜ぶ。めっちゃかっこよくなったらしいね、戦隊ね。うん、でもね、はい、物の見方をしたら、はい、全然逆の見方をしたら、はい、回らないものが必要なくて、回るものが必要かっていうか、うん、そうじゃないんだよ。はい、そうですね。よくおっしゃいますね。うん。絶対そうなんだよ。はい。だって、うん、1万回転回って、はい、身にならない内容を見る、はい、ことと、うん、100回転しか回ってないけれども、身になることを見た方が、はい、見た人は得なんだよ。そうですね。うん、その通りです。うん、数字に惑わされないってことですよね。そう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 。61回転はさすがにその閣下の論理を飛び越えて、多分身内しか見てない。あれが必要かどうかって内容も意味いけてないみたいからやめてください。僕だけ殺さんとってください。いや、まあ閣下はね、いや俺もやろうかなとかって思ったけど、やめといた方がいいですよ。体験者語るで、うん、けどそのね、閣下がおっしゃりたいのは、その要するにこうみんなが流行ってるよっていうものよりも、教科書を見てる方の正しさ、自分が本当に求めてるものを求めてる形で放映されてなくても、ああこういうことなんかもしらんっていう勉強のね、スタイルとして100回転って大きいですよね。コアな100人200人のね、なんとなく有名な人がやってますねっていうのを見て、ああ面白そうっていう、こうまあどちらかというとテレビ的な発想ではなくて、ちゃんとこういうもんなんだって定義されてるもん見てね、
学ぶ方が有益ですね。いやだって物の原理でな、はい、売れるものがいいものであって、うん、売れないものはダメっていう考えってね、うん、結構メーカーさんの中にあるわけよ、はい、それは根本的に間違ってて、はい、売れるものがいい、うん、売れないものがダメ、うん、でもそれが必要であるものかどうかというものは別の話であって、そうですね、うん、いや現実の話として、うん、じゃあ自動車業界売れてる車がいい車だよっていうのを言った時に、うん、それが20年後その車残ってるの残ってないの、うん、って言ったら別の話なんだよ。はい、そうですね。もうそうおっしゃる通りです、うん、実際の話で言うとね、うん、はい、うん、だから量があるからいいとは限らない。そうですよね、うんうん、まあねバイキングと一緒ですからね、こうなるとね、うんうん、皆さん勉強になりますね。こう昼下がりですよ、工房ね。いやいや眠たい時間ですよ、これ。今2時半 ?2 時20分。うん、眠たいな。うん。もうちょっと真面目すぎましたよ、今。もうちょっとふざけた話で終わったらよかったのに。真剣じゃないですか。真剣に毎回答えすぎなんですよ。これザーマスチャンネルでふざけてくださいよ、もっと。ね、こう、もっとこう、イエーイって。俺は背筋主義言うて、ね、背筋主義ね、ね、こう、まあ、ザーマスはお金好きやもん。いや、俺を落とすのやめましょう。あの堀江さんの歌みたいにね、堀江門の歌みたいにね、こう、うん、ノーテレフォンみたいにね、うん、こうシングルタスクマジ非効率とか否定的なこと言ってくださいそろそろ電話いらなくね言うてね、相手の考えで立場考えればボケ言うてね、めちゃくちゃ言ってる歌歌ってますけどね、うん、あんな言ってほしかったな。あの人はあの人でええんちゃう。いや、いいんですよ、いいんですよ、うん、いいんですけど、自分だけ電話なかったらええんやって。そういうことです、ね、他の人は必要ないから、はい、そうなんだ、ええこと言いすぎだよ、もうちょっとこう悪ふざけの対象じゃない、いや本質をつきすぎなんですよ、もうふざけましょう、もうちょっとふざけて、はい、うん、だからなんか超世の中うざいんですけどみたいなこと言ってくださいなんだかよくわかんないけど嫌なんですけどとか最近一番腹立ったことないですか。もうめっちゃあるよ、めっちゃある、もう3つぐらいあるよ。3つ、じゃあそのうち2つだけ教えて。はい、3つのうちの2つはもうめっちゃこいつボッケーとかこういうものなんやこれとかね。いや真面目な話なりすぎるやん。いや真面目はダメですよ、もっと軽くポップな感じで簡単にみんなが分かるように伝えてくれるんでしょ。かっか、いやいやいや、ちょっと待って、怒ったんだ腹立ったことってもう、めっちゃ腹立ったことってめっちゃ真剣やからあかんのちゃう。あ、そうか、めっちゃ真剣やもん。なんかこう尾崎豊のように語ってほしかったな。俺おもろい人間ちゃうからな。いや面白いですよ、人間として深みがあるんですけど。いや楽しいことも別にないしな、毎日仕事しかしてへんもんな楽しいことがないっておもろいですね、いや ねこれほどの名職人って言われた人もいくわってね、毎日工房に行き詰まるわけですよね、こうみんながいいとこだけ見てあの人かっこいいからええなって芸能人のこと言うじゃないですか。でも裏でものすごい努力して叩かれてね、うん、今その地で楽してるように見える、だから羨ましいと思うけど、みんな底辺こんなもんですよ。そうやね、みんな金ないし、うん、自由ないし、うん、ね、上に怒られるしってみんな思ってるかもしれない。僕らお客さんにめちゃくちゃ怒られますから ね縦になってくる人いないですもんね、トップやから。ね、社員さんの失敗は社長の失敗ですからね、もうそのルールやめた方がいいと思うんだよ。社員の失敗は社員でええんちゃうかなと思うんですけど、最後社長出せって言いましたね。あの落としてほしい気持ちはね。でまだ即訪問ですよ、なんか。はい、すぐ参ります。みたいな。ああ、シフト、彼ら、ますます信頼できる、もっと使わせてねってなるんですよね。もっと詐欺的なことやって。詐欺じゃあちょっと待って、面白いことで言うの全部俺落とすときだけじゃないですか。上げてくださいよ、もっと。面白いこと。面白いこと、俺殺すことだけやん。そうないもんな。あやねー、僕落とすときだけ落とすときってね。面白いこと、ほんまに俺、おもろない人間やからな、基本的に。深い、もうなんか、千の利休みたいな面白さがありますけどね。松尾芭蕉とかね。もうだからもう、そういう芸術肌があるんですよ。多分仕事中の俺を見てるのが一番おもろいんちゃうかな。うん、いやだから、いやそれは動画でちゃんと見てる人いますから、うん、なんか作られたふざけじゃなくて自然体がね撮れたらいいなって、取材もそろそろ1年になるんで、うん、はいこんにちはじゃなくて、あそんなん考えてんねやみたいな
あれ考えてるな、うん、ね、うん、なんか一個ぐらいその考えの一旦仕事に関係なくても教えてもらえたら 今目標にしてることはあるよ。何ですか目標。週休4日。週休4日流行りに乗るか。リモートワークどう見ても無理。家で車持って帰ってないですよ。おもろいっすね、それだったらね。ね、お家のガレージで直してる。だからそれって出だしじゃないですか。振り出しに戻るでしょ。そうやな、週休4日。でも趣味のない真面目な男、前崎閣下が4日休んで何するんですか。寝るんですか、それ。3日も寝て飽きるんじゃないですか。せやな。自宅前に車並びますよ、名車が。前崎くんって直してズルーってなって近所迷惑やからって工房に戻ってくるんじゃないですか。めんどくさいな。結局同じでしょ、各国求めて、ね、全国からやってくるんですから。めんどくさいな。最悪自宅に部品送ってきますよ。めんどくさいな。おはようって、何そこ置いといてって、置いとけないですよ、ダッシュボードですからみたいな。めんどくさいな、めんどくさいな、直送で。めんどくさいな。なんで週休4日なんですか。このクリエイティブなことを考えたんですか。いや働きすぎってことですか、感じで。うん、働きすぎやな。そうだね、うん、働きすぎやね。後が絶えないのよね、もう。そうですね。うん。名車再生もやってるしね。そう。もうそろそろゆっくりしたいかな。いや、けどあれですよ、将来ね、こう、寿命が尽きたらいくらでも寝れますから、生きてる時ぐらい働いたらいいじゃないですか。そりゃそうやけど、そりゃそうやけどさ。あの世行ったらいくらでも寝てますよ、ね。まあ、そうや、まあ、そりゃそうやけどな。ね、ああ、ですって、皆さんね。で、あの、もしよかったら、リペアスタジオ、フクロウにお越しの際は、閣下が癒されるような甘いもんとかね。甘いもん、あの、アイマスクとかね、あの、ホットアイマスクとかあるじゃないですか。ちょっと目休めるやつ、こう、シュパーってこう、5分ぐらい。とかね。あれはどうですか、電動マッサージ機がいいんじゃないですか。電動マッサージ機ミーンってやつ。なあ。あの、プレゼント希望ですんで、あの、よかったら、送らずに直接ここへ持ってきていただいてね。閣下の艦隊を受けて。で、マシーン乗せて、自分がリモコンで操って遊んでやったらいいじゃないですか。お前それきついてみたいな。で、その日はカッカ怒んないですよ。プレゼントした日ですからね。電動チェアね。電動。え？あ、そうでしょ？で、ちょっとお前ロックとか強いのにすなって。ちょっといじってみてよ。ほんまな、俺仕事しすぎやね、最近。ですね、うん。しすぎっていうぐらいしてるわ。な、じゃあもうそれは横で見て、横で。なんかこんな風にずっと一日中してるようにみんな思われてるやろな、はあ、画面上はな、はあ、うん、夢も2時やもんねえ、うん、眠いわな、そら眠いわな、しんどいわな。ですって、皆さんあのね、職人もこうね、こういいやん、そんな車いっぱい来て儲かってるやんとか、偉そうにできていいやん、腕があるからと思うかもね、こうやってね、グダグダで眠くて大変で、あの、マッサージ師や希望っていうぐらい弱ってる時もあるのをちょっと見てもらったらということでね、どうもありがとうございます。ありがとうございます。